日銀は金融政策決定会合の後で政策の現状維持を決めるとともに景気判断を1年7か月ぶりに情報修正しました日銀は年内最後となる金融政策決定会合で物価上昇率2%の早期実現に向けて大規模な金融緩和を今後も継続することを決めました年間80兆円をめどとする国債の大量買い入れによって 短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度にコントロールします。また、足元の景気判断について、新興国経済の減速感が和らいでいることや、それに伴って国内の輸出や生産に持ち直しの動きが見られることから、景気判断を1年7ヶ月ぶりに情報修正しました。潜在成長率をかなり上回る成長が 今後ととも続いいいててくうに見おります日銀の黒田総裁は急速に進む円安について現在の為替水準は今年の2月ごろの水準なので別に驚くような水準とも思っていないとも述べました。